お疲れ様です。今日はですね、新環境超おすすめのこちらのスキラデッキでやっていきたいと思います。ということで、バランス調整でなんかいろいろ買ったカードがすごい入ってるんですけども、まあ、これ3つか、はい、3つでナイタチは強化ですね。でフェニックスなんですけども、まあ、卵から蘇ったフェニックスの攻撃力と HP が 80% になったと、8割になったと、はい、いう感じなんですけども、めっちゃ強いね。元がまあ強すぎるんで、なんか生まれた後のフェニックスというか、生まれる前のフェニックスをちょっとね、下方してほしかったという思いが多分みんなあると思うんですけど、めっちゃ強いです、はい。下方されたんだっていう感じ。あ、前これよりも強かったんだっていう驚きの方があるぐらい、はい、めちゃくちゃ強いです。でそのまだまだ強いフェニックスと、この強化されたねナイトアーチャーのセットなんで鬼強です。まあアーチャーがねやっぱスケルナに対して強いんですけど、このね呪文構成を見て分かる通り矢の雨になってるので、まあスケラ打ってアーチャー来ても、まあ流行りのロケット押し来ても矢の雨でサクッとね、はい。なのでこういうアチャクイとかマザネクとかが来るとね、めんどくさいですね。まあ、マザネクは別に矢雪でしばけるんで、それでいいかなって感じで。はい。で、施設、今回の相手もボムですけど、ボムがちょっと流行ってるかな。まあ、大砲ボム、テスラ、なんでもいるけど。よいしょ。さあ、クエイ工具。いや、これ強いっすよね。お互いほぼダメージは通らずといったところで、あ、フェニックススケラ、スケラ打っとけばなんだかなりそうだな。で、ナイトも盾としてすごい優秀ですね。HP 高い。もうこれで、アイゴレの価値がね、どんとまた下がりましたね。そう、ナイトバルキリー、最近だったね、それこそスケキンとかもあるんで、フェニック、うん、文句とか。そう考えたら、アイスゴーレム打ってナイトの方がもうなんならゴーレムやみたいな HP。 アイスゴーレムって何、ただ凍らせる攻撃できないナイトやみたいな。全然優秀じゃないですよね。アイゴレ強化もまた来そうだな。よいしょ。ちょっとアチャクイ厄介ですね。アチャクイいない時の、まあ、フェニックスはでもだいぶ強いんで、こっちにちょっと行っちゃったね。そっち来るんだって。いや、これアーチャーの一発でね、結構強いんですよね。で、さ、雪玉も打って、いや、雪の遅延が強い。なんか右サイドだったかな。あ、でもこれは、すれ違い通信して、よいしょ、もうこの後のボムと、で守ってほしい。うえ強っ気づけばね、防衛に精一杯になってたんで何も見てないんす。マジで何も見てない。気づいたら2000何百か、はい、折ってましたね。石折ってましたね。このアチャクイデッキに対してはね、アチャクイの逆フェニックスが最強って覚えとった方がいいですね。まあ、ハンターとかいるとまた話が変わるんですけど。さあ来た、金髪。こいつも下方されなきゃいけん。エレジャイかな。てかまあゴルナイってエレジャイぐらいにしかね入ってないと思うんですけど。おお、勇敢なるね、陸の戦士金髪太郎。さあエレジャイ、これ割っとけ。いやー、やめてもいいんだけど、打たんでもいいか。さあボムを置くかどうかですごい悩むんですが、トルネも使ったのでこのアーチャーだけで守りたいという欲が。いやー強い。さあこんなアーチャーにライトニング打ってくれるアドですね。これ次フェニックスナイトスケラ打てば多分折れると思うんで、まあ、ボンバに矢打つかどうか。右サイドでもいいな正直。左サイド確実に折ってもいいんですけど、もう両サイド1500ぐらいまでやって、よいしょ。
これきついっすよね。ああベビードラ入れるのはね話がちゃうけど、スケラウケンちょっときついんで、もうちょっと暇やな雨でもして、ワンゴルないワンゴルないワンゴルない、うん、そうアーチャーめっちゃ強いんですけどね、ゴルネインだけ、まあ、あとフェニックスも結局ライト打たれてもね卵で蘇れる、あ待って、なんでなんで、まあでも今ぐらいなら、いやー強っアーチャーアーチャーで全部溶かせるやん、アーチャーとフェニックス、さあこの間にだいぶ溶かしてもらって、まあボムも食いつかないけどね、一応生きていたらほぼ守れる、さあでこれにゴールね、後ろ下がりな、おい、まだこのデッキのねいい部分はねめちゃくちゃ回転速いです、はい、しかもナイトアーチャーで組みやすいんで、さあいいね、フェニックス持ってなかったらね、昔だったらインドラとかもあったんですけど、どうだろう、インドでも全然いけそうだけど、鳥の方が強いっす、100-0でフェニックス強いんでね、正直下方されてないって言われてもね、気づかない、うん、だからされたって言われても分かんないぐらい強いっすね、まだまだ。さあドミニック、あー間に合いそういねえな、打ってもいいが、さあアーチャーですね、アーチャーオールブレイカー、これもちょっと珍しい新しい方かな、まあ、強えもんなアーチャー、陸受けできて空も攻撃できて、生まれろ、あスケルトン部隊ドリルかな、そういいねナイト、マジ打ちだけはやめてほしいけど、アーチあったからなさそう、あウッド使ったこれ、あっつ、うおー、これは気持ちいいけど全然入らないっていうすごい気持ちよかったな、オールブレイク追加来るね、これ攻撃速度さ速すぎて今池玉いらなかったかもしんないね、さあ A やな、雨打っても思ったほど入らないと、うーんちょっとうまそうな香りしてるっすね今んとこ、アーチャーウォールブレイカーかドリル、拾いたい、いやーこれでかい、ロケ、ファイボ、なんかその辺ありそうっすね。一応呪文警戒で逆に逃げます。どっちかありそうなんだよ。いや、アーチャー使うね。あれ？いやこのデッキはねこうクロスみたいにチクチクできる、まあ、これがナイトアーチャーの強みっすよね、こいつ何やってんだって、まあ左か右どっち攻めてもいいんすけどね、正直スケブ、うい当たっていく、気持ちいい、それに伝えて、いや弥生のいいとこ出すぎだろ、ここでね、一回ボムを置くのがね、
いやらしいとか諦めたっすね。ドンピシャすぎて。よいしょ。さあいいね。まあヤイキはねこういう小物に強いとか枯渇系にね戦いやすいんですけど、まあその分デメリットとしてはねやっぱゴレの大型とかや形組まれた時の後衛が大変だとか、まああとなんだエリポンか、エリポンだるいとか三十子だるいぐらいか。まあね、なんですけど、まあ、ヤイキもゴリゴリ打ってね、アーチャーも2周目。あー、こういうの。これ、守れっか。おー、ビューティフォー。こういうのをね、いかに、あー、それやばい。ライトニングならマジ意味わかんないけど、やばい。いろいろと意味わかんないけど守れと。ないとやめろよお前、裏切んなよ。さあ一旦スケラ打ってエリゴレスパーキーか。ファールチェー、暇なんで雪玉かましてバチクリダメージ与える。あーこの勇気のノックバックマジ強い。よしよしよし、さあエリゴレスパーキーファールチェーライトニング、でもスケラ受け厳しそう相手。あれスケだけでも持って左サイドを攻めちゃいたいな。やめろよ、角度危ねえかな。さあ防衛、ああ終わったやこれ。相手守れないでしょ。右手のエイムが、あ雪玉下手。でも終わったっすねこれ。はい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 、スパーキーもね、スケラにそんな強くないですからね。あ、このエリゴレどうするっすか。むしゃぶり尽くせ。エサ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 。あ、ファルチも逆行った。フェニックスのさ、この卵のノックバックいらない説あるっすよね。なぜつけた。落下のダメージで強いんですよね。絶対いらないんですよね、フェニックス。よし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 、もう行くだけ。いや高回転だから。ナイトアチャスケラスケ雪玉、ナイトアチャスケラスケ雪玉みたいな。さあ高回転でスケラ打つだけで、スケラの受けがない相手にはさあ余裕で勝ってく。やっぱボムならもうねいいね。エリゴレゴレなんか防衛でそこそこ強い。大砲とかだとね突破されやすいんでね。ボムで嫌だったらインフェでも全然いいと思いますね。まあインフェにするならナイトじゃなくてもバルキリーでもいいかもしんないけど、まあお好みで。でもタナトス、うん、またあれやん、小屋系か。ちょっと小屋が最近多いな、ゴブ小屋。なぜだ、アーチャーと組み合わせがいいのか。ダイナム打っちゃう卵になってくれたら。お言ったそばからいい。やべちょっとビビって今。うん、さあホグでしたね、ゴブゴヤホグ。あーマジでクエイコーシーポイズンも欲しい。さあでもアーチャーが小屋に強いな。俺も小屋小屋使いたいんですけど、アーチャーだるいっすよね。小屋小屋ってしかも矢ダメだいぶ出てるパターン少ないんでね。よいしょ、はい、いやミリ残るやん、まあ、なんかありそう。フリーズファイボ、こういうのにはポイズンでしたね。これさぁ、ちっこいフェニックス、やっと見れれるよ、これ。よいしょ。ちっこいフェニックスね。生まれろ！にゃー、間に合わない。あー、矢でもよかったけど、雪でも変わらんだろ。いやー、ゴブリン一体当たってない。いやー、ゴブリン強っ。ふふふ、矢でよかった。さぁ、ちょっとコストが足んない。
耐えてく。なんか押されてんね。これ逆に変えてもいいかもね。なんか同彩なんか嫌な香りがしてる。これアーチャー1体でだいぶ守れそうだし、ゴム置いて一応棒ポイ用に内側スケラにして、ああここのホグライダーは止まる。あーそれうまいな。生まれた鳥が、なんで押されてんだ。攻めがちょっと通ってないですね。まあポイなんでフェニックス最強なんで一旦確実に耐えたい。でも雪打った方がいいですね。雪打ったらノックバックでいいことがある。いやー防衛が強い。これ雪玉のおかげですね。おお、ちっこい鳥が来たよ。いや弱そうだな。見たちっこいだけでこんななんか勢い圧がねえもんだ。さあ雪も打って山まで打って、よし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 。やっぱ防衛雪玉打つだけで強いですね。まあこの辺はどうせポイズン打ってくれんじゃね。さあ打ってくれる、ポイズン打ってくれたらもう俺のターンよと。さあナイトスケラでゴブリンに穴に打って、こんにちは、ほら飛べ、おい。さあ刺さってく。防衛が硬いんでね結局ね。危なかったらもう防衛雪、防衛アナムガンガン使っていけば守れます。いやこういうスケラデッキねめっちゃ好きなんですよね。もともと僕30C 使い出身みたいななってんすけど、まあそうなんですけど 30C とスケラが大好きだったんですよね。もうスケラキッズなんですよ今も。 30C とスケラの2個をもうずっと使ってたみたいな感じなんで、スケラいいな。なんか思ったより悪くない。あーそういうの嫌だ、受け付けてないです。あー文句。あーアーチャー流行るんでね、スケラ結構きついと思ってたんですけど、今季ゴブリンもいてだいぶいいな。アーチャーが逆にスケラデッキに入ってきてタルボブうまっ。相手の守るアーチャーよりも俺のこの攻めのアーチャーの方が単純に強い。アーチャーフェニックスのコスパの良さよ。さあこれボムで範囲で全部やいちゃおうぜと。こういう時のスケルトンですよね。ゴブリンだったら2個使うんでね。あーなんかいかれたな。さあペッカ、ペッカ文句いかつエレジャイアンチやん。暇なんで回します。ペッカ文句ってなんだ。ラムライダーかスケラかタルババなんでね暇だから打つか。この煽りももう何も痛くも痒くもないな。どうせ勝つし俺。よいしょ。子供に、子供の鳥にあなたやられなさい。よし、どんどん苦しくなるぞ。やめといた方がいいぞ。いやまあもうホストないきついやん。
いやー、いらんかったー。あ、子供が親子にいじめられてる。下がってもらって文句ね。危ないんだよね。さあ回さ、ああ、やばい、ちょっと待って、どっちで動く、こっちが、あ、これ一緒しちゃった俺。いや、耐えなきゃ終わる。お、スタンプが何やるなって。オゲイ、さあ危なかったね。シャシャりすぎ出た。さあ今期はアチャフェニックスゲーですね。一個前はモンクフェニックス環境で、一つ環境空いてアチャフェニックス環境ですね。なんかちょうどいい、本当に3コス4コス陸も受けれて火力もあって小物にも対応できて、やめて。さあ来ました玄関、今日ね最強クラスのテスラクロスだ。ただただ強化されただけ。まあ一応ウッドが加工されてるけど関係ねえやろっていうクロスだし削りみたいなもんなんだ。さあ俺はもう一生耐えて最後にスケラヤナム打って終わりが理想っすよね。さあファイボー、フェニックス頑張って、まあ一旦耐えればね悪くないんだよ。よし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 。ヤナメこれポイズンだったら終わってましたね。アーチャーにもスキャラいじめられてた。さあ耐えの時間です。2倍耐えが入ってしまえば、まあ耐えるのもちょっと楽になると思うんで。うん。さあ本気の延命してあげて。素晴らしいファイブだけやめて。あぶねえ、アーチャーの攻撃速度速くてよかった。よしよしよし。さあさあこれで一回ボム置くからだよ。もう準備をね整えます。さあアーチャーセパしてね、俺も仲良く行こうや、仲良く。君だけセパレートなんてね許されない。あ、出てくれなかった。ああ、そりゃ。お、生まれる？生まれない。なんですよね。これはアーチャーもやれるんで。お、え？そのファイブ削りはどうなんだよ、お兄さん。完璧なファイブ削りかもしかして。それともやりすぎちゃった系男子？よいしょ。ちょっとやりすぎたんじゃない？そのファイブは。ちょっかい出しすぎでしょ。おー、マジ。強気だな、あんた。すごいな。ね。守れる自信が。ね、だってもきついやん。だってもきついやん。正直に言ってみなさい。そのファイボです。いやーちゃんめっちゃ殴る。え、殴りすぎやんさあダメージ鬼追いながらファイボ削りしてるやん。さあというわけでこちらね、ナイトアチャーフェニスキャラね、僕こういうデッキめっちゃ好きなんでね、ちょっと皆さんにもこのデッキを好きになってもらいたいと思ってます。はい、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。また、ね。